で、えー、その、見つけた本がですね、魔術教本だということがわかります、えー。魔術の本ですね。えー、ちょっとわかりにくいんですけどね、縁がギザギザなのわかりますか紙の縁がギザギザなのは、まあ、 用紙しか何かわからないんですけど、紙の製法が未完成だからですね、紙を断ち切って当てるんではなくて、シートみたいなものができたら、それをそのまま使ってるから、縁がギザギザなんです。で全部カラーで、あの、いろんなものが書いてあるんで、おそらく写本でしょう。写本といって、人間が手で写して、人間が手で色を塗って仕上げたような本だと思います。で、読んでるシーンですね、一生懸命読んでます。 魔術には栄章と魔法人2種類の発動方法があると。しかし現在は栄章が主流。魔法人というのは使わないと。個人の魔力量、どれくらいの魔力が使えるのか、絶対量は生まれつき決まってる。こういうですね、魔法のルール説明があります。で、これね、前編通してかなり重要な設定なんですよ。 でこの段階ではモノローグだけで話してるんですね。この後自分でちゃんとそれを実験して知るというプロセスで書くから、この一番基本の設定の個人の魔力量は生まれつき決まっていると。で、呪文は演唱して、声に出して呪文を唱えることで発動するのだっていう、この世界の基本ルールっていうのはですね、ここではまだセリフだけです。で、ルディがですね、試しに本に書いてあった呪文を読んでみるとですね、魔法が使えます。 で、それが足からですね、指先へとですね、魔力がこう伝わっていくような表現があるんですね。で、足からなんでこう伝わるような表現をするのかっていうと、この無色転生の世界ではですね、魔力っていうのはですね、その土地ごとのですね、資源なんですね。地下資源みたいなもの。それを利用するんですよ。だから、大陸によって魔力僧侶というのは違うと。なので、その大陸ごとに植生も違う。いわゆる生えてる植物の種類も違う。魔力がすごい盛んなところに行けば、植物も あの、魔獣になりやすい。魔法植物になりやすいし。でも魔力が少ないところへ行くと、普通に野菜とかが取れたりするっていうですね。まあ、かなり細かい設定です。で、教本通りにですね、呪文を詠唱してみたらですね、バケツサイズの水球ですね。まあ、本当にこれくらいの塊の水球ですね。水の玉、ウォーターボールっていうのができるんです。ところが、教本では、そのウォーターボールの呪文を唱えると、飛んでいくはずなのにですね、飛ばずに下にパチャンと落ちちゃうんですね。 で、なんでだろうもう一回やってみようということで手をかざして、まず最初にイメージしようということで頭の中で水のイメージをするんです。そうすると、無栄症って言ってるんですけども、呪文を口に出して言わず、栄症しなくて発動するから無栄症って言葉をこのアニメの中では使ってます。無栄症でですね、水球が出てきてしまう。でも相変わらず飛んでいかないんですね。 で、3回目試そうとしたんだけど、そのまま寝落ちしてしまいます。がっくりと気を失う。これが魔力切れですね。個人により魔力総量には絶対量があって、それが生涯決まらないという設定は、ルディの場合はこの魔法のウォーターボールを2回出したら終わりって言います。2回出して3回目出そうとしたら疲れ果てて寝てしまう。ですね。つまりその、 本で得た知識ですから。魔法はまず呪文を言わなければいけない。個人の魔力量は絶対値があって、それを超えることができないっていうですね。この時にセリフで言っていた設定を目の前で実演して、テレビを見ている人たちにですね、その画面で見せてるんですね。あの、ちょ、これすごいなと僕、もうこの辺からもうはっきり分かったんですけど、これね、あの、異世界もののハイジなんですよ、ね。異世界でやっているアルプスの少女ハイジなんです。 アルプスの少女ハイジでやっているですね。ヤギの世話をするというのはどういうことかとか、チーズを作るというのはどういうことなのかっていうのは、どん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 絵で見せてやってるのと全く同じようにですね。何かかなり複雑な設定っていうのを、どん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 映像で見せて見てる人に、ちょっとこの地味に見える世界ってすごいんじゃないのっていうふうに思わせるリアリティを出す手法を取ってるんですね。 だからもう、僕みたいな設定マニアとかね、SF ファンにとってすごい面白い作品だっていうのが分かったんですね。